セブモルプーチは、ソビエト連邦、ロシア連邦の原子力砕氷船である。民間の貨物船として建造された原子力船として、世界で4隻目かつ唯一運用中であり、民間の原子力船として、世界最大の船舶でもある。交渉船径は10,081計画。船名は、ロシア語で、北極海航路を意味する、を省略したものである。1978年5月30日、1980年代のソ連北方地域沿岸の海上輸送と工業発展を充実させるため、ソビエト連邦商船省とソビエト連邦造船産業省は、共通指令の C-13-01360 を決定した。この指令に基づき大型ラッシュ船の開発が決定し、レニングラードのバルスドプレロク中央設計局に設計が指示された。セブモルプーチは、ケルチのザリーフ造船所で1982年6月1日に起工された。進水式は、第27回ソ連共産党大会の開会前日に合わせて1986年2月20日に行われ、1988年11月22日に係留試験を終え、12月31日にセブモルプーチは就役した。建造費は約2億6,500万米ドル相当と報じられている。なお、ソ連政府は姉妹船を建造する予定だったが、ソビエト連邦の崩壊前後の経済停滞により、姉妹船は建造されなかった。セブモルプーチは、1981年に国際海事機関が採択した原子力商船の安全基準従い建造された最初の原子力船である。特に船の強度には注意が払われ、原則は二重構造で、原子力核は三重構造になっている。また、座礁や他の砕氷船の衝突、旅客機の墜落すら想定されている。船内は12の水密隔壁で区切られており、6区画が船倉に当てられている。1981年のソ連船級登録規則に従い、商船で利用可能な砕氷船級で最高級クラスであるULAに設計されていたが、ロシアの船級協会であるロシア船級協会には若干下級のULで登録されている。船体の 90% がアイスベルトで補強されており、断面はくさび型である。砕氷船首は2ノットで、厚さ1メートルまでの氷を割ることができる。なお、砕氷時には、通常より喫水を浅くして運航する必要がある。主機である KLT-40 加圧水型原子炉は、アルクティカ級砕氷船に搭載された OK-900 アンペア加圧水型原子炉の改良型で、安全性を高めると同時に出力を 29,420kW に強化した。また、北極圏の低温海水を冷却に使うことを前提としていた OK-900A と異なり、海水温の高い程度での操業が可能となっている。他のソ連、ロシアの原子力砕氷船が電気推進なのに対して、セブモルプーチは蒸気タービン推進を採用しており、蒸気発生機で215トン、H 作られた圧力 30kg フォース、立方センチメートル、温度摂氏290度の高圧蒸気でタービンを駆動する。1万1、原子炉が動かなくなった時のために、セブモルプーチにはディーゼル燃料で圧力 25kg フォース、立方センチメートル、温度摂氏360度の高圧蒸気を50トン、H 作ることができるボイラーを搭載する。船内の電力は、出力 1700kW のターボ発電機3機と、出力 1400kW のディーゼル発電機5機で供給されるが、5機は後に出力 2000kW のディーゼル発電機3機に換装された。また、出力 200kW の非常用ディーゼル発電機2機を搭載する。砕氷のために全更新を頻繁に行うことから、推進機は可変ピッチプロペラ4軸とした。最大で200人の乗組員による長期間の航行のために、船内の設備は非常に充実している。50kg H の処理能力がある廃棄物焼却設備のほか、5つの汚水処理設備を有する。乗組員用のサウナやプール、トレーニングジムがある。セブモルプーチは、ラッシュクラスの端径を40層、または ISO 規格の20フィートコンテナを1336個、積載することができる。端径は、自航できないため、積み込みや積み下ろしには衛船などによる曳航や押し船が必要だが、その他の設備を要しないことから、港湾設備が貧弱な僻地や水深が浅く、大型船の接岸が難しい海域では、端径の方に利がある。ソ連商船隊は、すでにユリウス・フチークといった大型ラッシュ船を運用しており、セブモルプーチの積載システムにはこれらの運用経験が生かされている。端径とコンテナは、船倉と基幹区画真上の船尾甲板に積載する。端径とコンテナの移動には、船上にある門型のガントリークレーンが用いられた。このクレーンは、後の改装で、ロシア製の60トン油圧クレーン2本に換装された。油圧クレーンは、吊り上、半径43メートルで、2本のクレーンで吊ることで、最大120トンの吊り上能力を有する。これらのクレーンとは別に、船体後方にコンテナ積み下ろし用の3トンクレーン、船首に小型クレーンを各2台搭載する。船尾には端径を海面に下ろすためのエレベーターがあり、低速航行中ならば、端径を滑り下ろすことも可能である。就役後の1989年1月、セブモルプーチは地中海を通過し、沿海地方へと向かったが、同地方の主要港で入港に対する抗議活動が行われ、港湾労働者が積み下ろし作業への従事を拒否したり、市議会が郊外への退去を決議する事態に陥った。これらの理由として、グラスノスチでチェルノブイリ原子力発電所事故やアルメニア地震後に伴うメツァモール原子力発電所の閉鎖などの詳細が大々的に報じられたほか、海事省が機関紙にアルクティカ救済氷船、ロシアで起きた4分の非常事態を大きく報じたことが挙げられる。結局、セブモルプーチは1989年3月13日にウラジオストクへの入港が許可された。ムルマンスク海運会社は、セブモルプーチを当初予定されていた北極海航路ではなく、ウラジオストクとカナダのバンクーバーを結ぶ国際航路へ就航させようとした。北極海航路の貨物量が予想以上に少なく、1980年代だけでも200万トンに過ぎなかったためである。しかし、バンクーバー市当局は、原子炉の安全性が確保されていないことを理由に、寄港の許可を出さず、この計画は頓挫した。その後、セブモルプーチは、オデッサ・ベトナム・ウラジオストク朝鮮民主主義人民共和国の国際航路に就役した。セブモルプーチの運航コストは1日で9万ドルにも及び、就役当初の数年間は採算を度外視した運航を余儀なくされた。セブモルプーチは1992年に最後の国際航路の航海を行い、1993年に本来の航路であるムルマンスク・トゥディンカ間の貨物航路に就役した。1990年代に入ると貨物量はさらに減少し、1990年代後半の貨物量は25万トンまで減少した。セブモルプーチは1994年に最初の核燃料交換を行ったが、ムルマンスク海運会社の資金不足で1998年に係留されてからは、2001年に2回目の核燃料交換が行われるまでムルマンスクで係留されたままだった。2001年に核燃料が交換されると、セブモルプーチは元のムルマンスク・トゥディンカ航路に復帰した。ムルマンスク港におけるセブモルプーチ2007年の初め、ロシア政府の検査機関であるロステフナードザルはセブモルプーチの各施設を点検し、原子炉と放射線の安全性が確保されていると発表した。8月にはムルマンスク海運会社によるセブモルプーチを掘削船に改装する計画が発表された。ムルマンスク海運会社は改装の理由に貨物量不足を挙げ、改装には18ヶ月かかるとしていた。しかし、2008年2月には改装計画の中止と、セブモルプーチを含むムルマンスク海運会社所属のすべての原子力砕氷船を新会社に移管することが発表された。2008年8月、セブモルプーチを含む原子力砕氷船団はロスアトム傘下のアトムフロートに移管された。2009年10月、アトムフロートのブラチェスコフ・ラクーシャ社長は2010年も貨物不足が続けばセブモルプーチは15年の慣例を残して退役させる必要があると述べた。2012年にはロシア船級協会の公式ホームページにセブモルプーチが2012年8月2日からの船舶の登録から削除されたという記事が掲載された。10月24日にはロスアトムの指示でセブモルプーチの原子炉は最終停止モードに入った。2013年6月の時点でセブモルプーチを係留するための作業はほぼ完了し、特に原子炉関連の設備は完全に停止された。サンクトペテルブルク港におけるセブモルプーチ2013年12月の終わりにロスアトムのセルゲイ・キリエンコ社長はセブモルプーチを最終役させる命令に署名した。原子炉設備の寿命を延ばすための作業が始まり、核燃料を購入して、原子炉は再稼働した。復旧工事に伴い、機械系の一部や排水処理プラント、発電機を交換し、ガントリークレーンも2機の油圧クレーンに交換された。さらに、追加バルブを2個設置し、新たにパイプラインバルブとポンプ、新型の航海用レーダーが設置された。新しい機器の総費用は、約5700万ルーブルに及んだ。乗組員は、元の乗組員の 80% まで省力化され、その大半は敗戦により、各地に散らばっていた元乗組員が、再び就任した。2年間の作業を経て、セブモルプーチは9年ぶりに、ムルマンスクを出港した。2015年11月30日、バレンツ海での海上試験が完了し、セブモルプーチは、ムルマンスクに戻った。翌12月、セブモルプーチは海上試験に合格した。セブモルプーチの試験航行は2016年3月1日に予定され、復旧後には北極海航路の提供や、ノバヤゼ村のパブロフスクにある鉛と亜鉛の交渉など、開発に従事することが予定された。セブモルプーチの需要を満たす船舶は他になく、約10年の運用が見込まれると報じられた。2016年5月6日、大量の建材と食料品を積み込んだセブモルプーチは、最終役後初の航海のために、ムルマンスクを出港し、ノボシビルスク諸島のコテリヌイ島に向かった。その後は、北極圏の軍事拠点整備のための資材輸送のために、主にロシア国防省が要請したほか、原油や天然ガスの採掘プラントへの資材輸送に従事した。2019年にはロシア漁業庁が中心となってカムチャツカ地方で取った鮭を北極海航路でロシア西部に運搬する計画が進められた。8月26日、セブモルプーチはペトロパブロフスクカムチャツキーに到着し、冷凍鮭5000トンを積み込んでサンクトペテルブルクへ向かった。しかし、この試験航行で収益性が低いことが明らかになったため、2回目の試験航行を含む計画は中止となった。9月にはセブモルプーチはフィンランド湾からバルト海を向かう試験航海を行い、初めてバルト海方面に貨物輸送を行った原子力船となった。セブモルプーチは試験航海の後にムルマンスクに戻り、スクリューを修理する予定だった。しかし、ロシア国内でセブモルプーチを収容可能な唯一の浮きドック PD-50 が2018年10月30日に沈没したまま復旧の目途が立たないため、セブモルプーチは12月に再びサンクトペテルブルクに向かい、そこでスクリューを修理した。2020年2月にはセブモルプーチを南極のロシアの研究基地への補給物資の輸送に利用する計画が上がっている。ABCDEFGHIJKLMNOPQRS ポプラーナやミハニカ https://www.popmec.ru/technologies/8687 レダコルデラやアセバイクポールーシャニーレイクタラボス2020年5月1日閲覧 ABCDEFGHIJK1081 2020年5月1日閲覧。ABCDEFG、ロシアにおける原子力船の開発。2020年5月1日閲覧。ABCDEFGHIJ アトミックライター、サバムオパッド、ロサタム、2011年11月26日閲覧。ABCDEF、海外艦艇ニュースソ連の原子力ラッシュ船が完成。世界の艦船第406州解任者 P162AB、ロシアの巨大工場、ユニークな原子力砕氷船、ロシアビヨンド。2020年5月1日閲覧。ABCA、ウェイバックマシン、ザ・サバモーパッドニュークリアパワードライター、アボードシップ、ムルマンスク海運会社。2004年8月11日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年5月2日閲覧。ABCD4 ソビエトポーツバーシップインプロテスト、オーバーニュークリアセーフティー、1989年3月8日付、ロサンゼルスタイムズ2011年11月26日、閲覧。インターナショナルコンベンションフォーザ、セーフティーオブライフアットシー。1974インターナショナルマリタイムオーガニゼーション2011年11月26日閲覧ニュークリアアイスブレイカーズアーカイブと13エイプリル2011アットザウェイバックマシンベロナ財団18ジューン1997 2011年11月29日閲覧サバモーパートレジスター・オブ・シップス、ロシアン・マリタイム・レジスター・オブ・シッピング、2011年11月26日、閲覧、ABZZ、ロスアトム公式サイト、2020年5月2日閲覧、Z1700、ボートヌズ、2020年1月2日閲覧、abcpr-o-j-e-c-t-1-0-0-8-1-s-e-v-m-o-r-p-u-t.g-l-o-b-a-l-s-e-c-u-r-i-t-y-w-i-t.org 2011年11月27日閲覧リージョンズ RU ファイゼー J18 p-port.com 2020年5月2日閲覧 b-port.com ハット、J、2020年5月2日閲覧。b-port.com。abz、コムソモリスカヤプラウダ。http://www.kp.ru/daily/2060-2699850/2013 年7月19日閲覧。Z1、300、30、ポートヌズ、30ノーベンバー2015、2015年11月30日、閲覧。ニュークリア、パワードコンテーナーシップ、バックインアークティックウォーターズ。2020年5月1日閲覧。サバモーパートコンプレッツトライアルズアフター、オーバーホール、サインズフォーザフューチャー、ザエネルギーコレクティブ。2020年5月2日閲覧。ゼイハットフォーカスロシア、Sアークティックフリート、ネイビーリコグニション、20メイン2017、2017年7月20日、閲覧。ニュークリア、パワードコンテーナーキャリアサバモーパッド2デリバー26000トンズオブジェネラルカーゴ2ゆとれない、フィールドインザガルフオブ、ボートヌズ、2020年1月2日閲覧。レギュラーシッピングラインキャンビーオーガナイズドフォーフィッシュ、ディリバースフロムロシアエスファーイースト。ボートヌズ、2020年1月2日閲覧。セカンドシップメント、オブフィッシュビアアークティックシールートキャンセルド。ザ・ベレンツ・オブザーバー、2020年1月2日閲覧。ヒアカムズ、A ニュークリア、パワードカーゴシップローデッド・ウィズ・シーフード。ザ・ベレンツ・オブザーバー、2020年1月2日閲覧。ニュークリア、パワードコンテーナーシップセイルド3000ナノメートル2、チェンジ・プリペラース・インラック・オブ・フローティング・ドック・アップ、ノース。ザ・ベレンツ・オブザーバー、2020年1月2日閲覧。ニュークリアパワードサバモーパッド、ギアズアップフォーアンタルクティカボヤージュ。ザ・ベレンツ・オブザーバー、2020年2月15日、閲覧。ありがとうございます。